インシテビル7日間のデスゲーム。はい、合ってるじゃん。これから大成功を祈願して乾杯したいと思います。ご唱和ください。乾杯！はい。ありがとうございました。初日ありがとうございます、たくさんの人に見てもらうことを願いたいと思います。初日おめでとうございます。はい、さるかです。本日初日を迎えて、そうですね、まあ多くの皆さんに見ていただけたらいいなと思います。参加できてよかったです。ありがとうございました。石原さとみです。今回インシテビル7日間のデスゲーム初日を迎えました。やっと迎えました。地方キャンペーン頑張りました。なんか今回とても新鮮な役柄を演じさせていただきました。小持ちで私が人を殺すのか殺さないのかどうなんでしょうっていう、なんか撮影現場も緊張感のある、だけど監督の温かさで優しさで包まれている現場でした。ホリプロ10人で参加したんですけども、この作品にやっぱりいい事務所だなっていうのを改めて感じました。なぜかっていうと、キャラクターが全然違うのにこんだけ皆さん優しくお互いのことを接し合っているっていうのがすごくなんか心地が良くてアットホームな感じがして、とても恵まれてるなと思いました。みんなで和気あいあいと、だけどとても締まって緊張して、メリハリのある現場で作りました。インシテビル、幅広い世代の方に見ていただける作品になっていると思います。ぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいです。見てください、劇場へ。もう半年ぐらい前に撮った作品なんで、なんかすごいこう閉じ込められた環境の中でしっかりとしたセットで作られたものだから、やっとこう今日公開されて花が咲いたっていう感じがして、すごくこう晴れやかな気持ちになって、これからどんどん皆さんに見てほしいなと思います。ありがとうございました。平山彩です。今日無事、初日を迎えることができました。本当に私はいつもこうやって映画とかそういう作品に入らせていただくときに、初日を迎えるまでこうワクワクする部分もあるんですが、ちょっと不安な部分もあるんですが、無事に迎えられて本当に嬉しいです。あとはみんなに、たくさんの人に見ていただきたいと思っています。本当にありがとうございました。誰も怪我なく無事に初日を迎えることができるというのは本当に幸せなことです。そして、たくさんの方に足を運んでいただければと、思っております。まあまさか僕が最後まで生き残ることになるとは、みんなちょっとカットでお願いします、なんてね。さあ一体誰が生き残り誰が死んでいくのか、ハラハラドキドキのサスペンスです。皆さんぜひ見ていただければと思います。ありがとうございます。大野拓郎です。今日初日を迎えたんですけれども、僕この作品がデビュー作で、デビューしたてでこの現場に入らせていただいて、やっぱりプレッシャーはかなり感じてました。でも本当に先輩方はいつも言ってるんですけど、優しくて気遣っていただいてしまって、リラックスしていい感じにそのこの映画に集中して、自分なりにはもう精一杯気持ちでは負けないように頑張ったつもりです。すごくスリリングな作品になったと思うので、インシテビル7日間のデスゲームぜひご覧ください。武田真嗣です。インシテビル、本日無事に初日を迎えることができました。同じ、事務所のみんなで力を合わせて作った映画です。なるべくたくさんの方に見ていただけたらなと思っています。こんにちは。本日インシテビル初日を迎えました。そうですね、3月4月に撮影をして、それから今日夕霧の日を迎えるまで一人でも多くの方に見ていただきたいと思って、10人のみんながそれぞれでインシテビル見てくださいねっていろんな番組
な取材を受けてきたんですが、みんなで香港に旅行行ったりしたりもしました。そして今日最後の舞台挨拶を終えて、映画はここから始まるんですけれど、私たちはここでなんだか終わってしまう。これが最後のみんなでの共同でのお仕事って思うと、なんか寂しいような、初日を迎えて嬉しいような複雑な気持ちです。一人でも多くの方にこのインしてみるを見て、私たちが体感した恐怖と狂気を皆さんもぜひ味わってください。